メアリちゃん、さあお昼寝の時間だよ。あ、パパたちもう行ってるよ。はい、来なさい。はい、さあさあお昼寝。お昼寝だよ。ね。さあ、お利口だね。お昼寝ですよ。もう来てるに。はいよ。はい、じゃあルンルンから。はい、入って。はい、はい、ルンルン、自分のとこ入ってください。アランくんも、はい、自分のとこ入ってください。はい、はい、どうぞ。これ涼しいや、19度になってるわね。メールちゃん、お昼寝早く入れば、ほら、ご褒美もらえるよ。入らない人はくれないよ。で、じゃあ、3つ。お、ベルちゃんも来たね。はい、ベルちゃんも入って。はい、早いね。あ、ルコだね。あ、ルコだね、ベルも。ルコだね。ルコだね。ベルちゃん釣られて。ね。はい。じゃあ、これで。これで。ベルも、はい、どうぞ。あ、食べた？じゃあね。お昼寝してね。ね。今日も暑いから。また涼しくなったら来るからね。一回途中で出してあげるからね。はい、じゃあね。じゃあね。メルちゃんも来てなさい。ほら、お老さん来たよ。やだやだ。やだね。メルちゃんが元気になってる。もうこっち来てなさい。ほら、お座りしてなさい。ほら、お坊さん来てるから。やるちゃん、いいなさい。私なんか見てよ。お座りしてなさい。お座り。お座りしてなさい。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら、何が鳴ってるな。ベルちゃん、こっち来てなさい。ベル、ベルちゃん、開かないよ。こっち来て、こっちはね、開かない。こっち来てなさい。開かないよ、ほら。ベルちゃん、えらい静かだね。朝から、暑いから。そこで寝てたの？朝から。
あらまあ、あらまあ、パパもそこにいたろ。アランパパと。ここはエアコンの風が来て気持ちいいね。いいとこ知ってるね。床が冷たいし、ね、エアコンの風が来るし、扇風機の風も来るし。ね、あれはない、そんなに暑いかね。そんなに暑くないんだよ、父さんだよ。風邪いっちゃうよ。18度になってるに、ね、5限だにね。18度なら5限でしょ。それでも暑いの、ん、ため息ついてる。ゆうちゃん、ため息ついてる。